えー、ジャーナリスト中野寛の新脇塾大学校、えー、塾生ルーク・クライシです、えー、中野塾長とは一緒に、まあ、こういった、えー、ベストセラーの本も出しております、えー、塾長から言われて「えー、毎日人物金をテキサスへ」というブログを、えー、YouTube の動画も入れながら 発信しています。今回は中野塾長から、えー、まあトランプの次の手をについて話してほしいということでこの放送この番組を流させていただきます。えー、今1月7日の夜なんですけども1月6日まああの午前中からトランプを閣む集会がワシントン D.C. で行,行われまして私もそれをずっと、えー ライブ放送で見てました、まあ、あのトランプ大統領1時間以上にわたる素晴らしい演説をしてその後ですね、えーまあ、上下両院の合同会議が始まったんですけども、えーまあ、各州ごとの選挙に確定ということで、まあ、アルファベット順に、えーまあ、A の、えー、とアリゾナの時にですね、えー、テキサスから来ている、えー、テッド・クルーズ上院議員が異議を申し立て 同調する議員も現れてさてそれについて話し合おうという時にえ、まあ、あのボートがえ、まあ、乱入してですね議会が中断されるという前代未聞の時代が起こ,り起こりました、まあ、これもですねこのボートも警備の人がこう入れてる動画がなあの流れていたりとかですねでタイミングがもうあまりにもこう良すぎるタイミングで。 でその後、えー、外出禁止令が出て、まあ、午後6時から、えー、外出禁止とで8時過ぎにまた議員たちが集まってですね、えー、議会を再開するというですね何、えーまあ、ともこれは茶番劇ですよね。まあ、誰が仕掛けたかは分かんないんですけども、まあ、でもですねそのおかげで、えーまあ、非常事態が起きていると。 いうことで、まああのトランプとしては、えー、まあ本当にあの最後の一手となると思うんですけども、えー、戒厳令を、えー、出しやすくなってます。えー、まあトランプは今どこにいるかというところで、あのまあリンウッド弁護士等、えー、によるとですね、まあここテキサス州のまあアビリンにある、えー、ナショナルコマンドセンター、えー、国防司令部に、えー、まあいると。 いう話が流れています、えーまあ、一部メディアはですねそれを否定して、まあ、確かに、まあ、F4B は、えーまあ、アビリンに着いたんだけども、まあ、これはまあ通常の給油目的のためということでトランプ大統領は、えーまあ、今日7日の朝ホワイトハウスで姿を見られてるという、えーまあ、報道も流れてますけども、まあ、真偽のことは分かりません。 先ほどフォックステレビでトランプの,あの、まあ、短い演説のビデオが流れましたまああのトランプは穏やかにですね、えーまあえっと、政権の、まあ、移行作業はスムーズに行いますと、えーまあ、そう述べた最後にですね「えー、journey is just beginning」ということで、まあ、旅は、まあ、これが旅が始まるということをまあいしなことを、えー 言ってましたけども、まあ、あの実際このビデオをどこで撮られたかも、えー、定かではありません。トランプはですね、えーまあ、おそらくこの最後の一手最強の一手を使うと思います。えー、会議令を使って、えーまあ、あの軍事力を使ってですね、えーまあ、あの不正があったとされる州の州議会で新しくまたあの選挙をさせると思われます。まあ、その時はですね、まあ、もちろん あのちゃんと ID で本人確認もしてですね、まあ、あの投票機械もマシンもですね、えーまあ、あの不正がないようなものを使って、えー、ちゃんと正しい選挙を、まあ、行うのではないかと思われます。まあ、一方でですね、まあ、あのバイデン親子の、まあ、いろんな証拠を今集めていると思うんですけども、まあ、それをですねこう暴露したり、まあえー、どう考えてもバイデンが 次の大統領にまなれないような手を考えているのではないかと思います。まあ、そこでですね、もうすでにある大量の証拠も昨日は出すこともなくですね、えー、まあ、武力を持って正しい道に進もうと思っていると私は期待しております。